まもなく黄色い線の内側に下がれ。黄色い線の内側までお下がりください。クライムバトル。それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1。ああ、やれやれ。8200と互角に脱出するなんて、渡るさんの8500すげえや。俺の4051も全剣上がりだけど桁違いだよ。そりゃそうだろう。神戸電鉄で五木君の友達の2000に負けたことが相当ショックだったみたいで、ほとんど同じ車だからなおさらよね。そんな時に高級の男に使われて、廃車予定の8500系も自由に使っていいって。予算はなかったけどね。兄貴はすごく満足してるよ。前の2800よりも戦闘力高かったって言ってる。新シリーズはゴープリンセスだって。新しい出発にふさわしい対象だよね。ほんとやめてくんないかな。聞いてねえし。地上に出れば軌道はヘビーウェットだ。どんなに粘着性能があっても 3VF では出力を全部使い切れない。短い路線だが、この雨とは慣れないコースでどこまでモチベーションを保てるか。スタミナならお坊ちゃんにも負けないで、ゲロ吐くところまでとことんやろうか。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。全 M 編成は田園突戦にマッチしてるな。扱いやすいパワーってわけか。それにしても上手くなってやがる。手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったが、腹くくっていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの？ひょっとして初世ひな鑑別士免許？違うよ、公衆電気車操縦者免許だよ。何それ。みんな騙されないで。そいつ偽物よ。二子玉川揃って通過したところだ。二人張り付かれてるよ。簡単には勝たせてくれないよな。早いからな。それにしたってこの雨の中、ヤカルの8500についていくのは未大抵のことじゃない。京子の時も思ったけど、マスコン操作が本当にうまい相手だぜ。このバトルもつれるかもしれないな。だが長引けば長引く、それにとっては有利なんだ。ケイスケさん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな。独特の駆動、主電動機も乾燥してるな。藤原の2000回と同じコンセプト。そういや、2000回のカラクリを見破ったのもそいつだった。全員と組んだそのコンディションがうんざりするほどドンピシャだ。そいつは厄介かもな。よくついてくる。波のドライバーがとっくに切れて自滅してるぜ。高出力電動機は濡れた軌道は難しい。なら意味としてやがるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ8500回。
甘いぜ。8500回全 M 編成の投範力をなめんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだけどな。はあ、ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか。そういうことじゃないんよな。抜いたり抜かれたりの駆け引きにはいけるし、正直言って興味ない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくるか。そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いしめちゃめちゃビビりながら走ってるんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だからね。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだと思う。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば、質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてこない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぞ。え、プロっぽい？俺がですか？プロといえばプロだ。大体わかった。前の俺なら切れてたかもしれねえけど、ここんとこ取り組んでたマッコンワークの特訓が役に立ってる。少しの我慢だ。あいつが勝ったからには俺も絶対に勝つ。うまいもんだぜ。超高等技術のマスコンワークだ。いつの間にこんなにうまくなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。ここで引き離す。逃すかよ。立ち上がりで並ばれただと。藤ヶ丘でか。あんなところで仕掛けてくるとは。ああ、購買で仕掛けた。藤ヶ丘の側線を使ってのコーナリングにかけた。あんな短いのよくやるぜ。加速力でかなわないコーナリングスピードで勝負ってわけさ。俺はリーダーの指示じゃない。ドライバー自身が状況を判断して臨機応変に戦術を変えてるんだ。プロジェクト D、 やはり一筋縄ではいかないぜ。一気に勝負をつけるつもりだったが少し届かなかった。あとは終点中央林間でのブレーキング勝負。正真正銘のチキンレースだ。全絶後のレートブレーキングを決めてやるぜ。こちら長津さん、差は全くない。完全に追いつかれた。そう言われてもな、自分ではよくわからないんです。もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんですけど、プロっぽいというなら、プロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけです。そうか、やっぱ環境なのかもな。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんだな。何かヒントになることはないかと思ってた。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔したね。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いていたら自然にやる気も出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかも。
バトルになれば凌介さんのために戦いという気持ちもあるけど、一番強い気持ちは同じチームのあの人に負けたくないという気持ちなんだ。来たぞ、完全に釣られた。あの速度で突っ込む気か。マジかよ、止まれるのかよ。おい、これどうなるんだ。俺に聞かれても。ちょっと電話してみろ。ああ何やってんだ、早く結果を教えてくれよ。どうした、何かあったのか。いや、それが。これを見てくれ。ああ